はい、これはですね、オートバックですね。今のオートバックスとは違うんですが、これ止め方、まあこれも旧止め方になりますけど、まあ最近の新しいものといえば新しいものなんですが、オートバックスで、当時はまあこんな感じでしたね。で、今のやつはもうちょっとこれより、そうですね、横幅で白くなってるかなと、まあ、いう感じがあるんですが、まあ、これがオートバックでして、当時のはまあこういう風な、感じです。まあ、この時代になるとね、昔のやつよりもシンプルになっちゃうんだよね。それが不満なんですよ、本当に。昔のやつはもうちょっと横幅があって、もうちょっとボリュームがあったんですけど、これが縮小されたっていうのが不満なところがあるんですが、まあ、オートバックはこんな感じで、この当時は、まあ、高架の下に建てられるよっていうのと、いうことでした。あとはこういうふうに、これトレイがあって、これトレイに逆にできたりするよというような、ことが、まあ、特徴的ではありましたね。で、これはほら、このマッカンな、これは、要するに、あれですよ。目の不自由な人ね。要するに目に障害があった子供でも、こうやって触っただけでこれが何の建物かっていうのが、分かるようになってるんですね。で、我々は目が見える人間からすると、そんなことはどうしても信じられないというふうなね、方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、目の不自由な方ってのは確かに目で見ることはできないんだけども、こう触っただけでこれが立体的どういう形でどのくらいの長さがあってどのくらいの建物であるか長さが何センチかっていうのは大体把握できるんですよ。でそれでまあこういう感じのものであるということが分かるわけね。何しろこれはまあ私も福祉でいろんな人たちと関わったことが前にあってまあその時に目が見えない老夫婦の方がいたんですね。でその方は携帯はね電話昔のやつですね見た時にまるで見えてるんじゃないかってぐらいですね正確に文章を打ち込んだりとか、電話で話したりとかしてましたからね。だからそういうのを見ると、まあ、最初はちょっとわからないんだけどボタンを触ってるうちにはこれが0だとかこれが5だとかこれが10だとかってわかるんでこれが携帯でこれで人と話すんだってのがわかるんですね。にわかにはちょっと信じられないかもしれないけどこうやって触ってある程度こう慣れてくるとわかるんですよ、うん、でそういう方がいらっしゃいますから現にこういったものもわかるんですね。でそういうふうにこのオートバックスっていうのがまあこれもありました。これを映ってたパッソをですね、これらも今ちょっと高くなってるかなになります。はい、というわけで以上でございます。